まりましたから、はい、中井さんのニーズ、要望も多様化しましたので、ね、はい、そうしたものに対応できる仕組みにしていきたいと思います。はい、まあ、そういう意味では、まあ、たくさんの若い人のエネルギーは、いろんなところに満ち溢れていると思いますしね、はい、才能もいっぱいあると思うんですよ、はい。それをどうやって生かしていくのか、やっぱ政治が助けてもらいたいこといっぱいあるような気がするんですけどね。これは若い皆さんのですね、才能を生かすことができるかどうかに私、日本の未来はかかっているんだろう、はい、世界はまさにですね、そういう競争にも入ってきていると思いますね。